ちょっと待って、これドア開けたらやばいよ。ちょっと待ってて。ちょっと待ってて。ちょっと待っててね。待ってね。じゃ本当にさ、マジでさ、本当に時間になっちゃったんだけどさ、メイク何も直してないんだよね。ミュートとかできんの？知らんかった。あ、ミュートにしてないわ。あ、でもいるから、私ここに。いるよ、ちゃんと。ちょっと待ってね。本当にさ、こういうとこだよね。はい、お待たせしました。ちょ、リップ薄すぎる。リップが鬼のように薄い。でもこのリップももうダメだな。ダメなんだよな、このリップもね。ちょっといつも使ってたやつなんですけどね。もう、あ、出た。本当にもうね、なくて、中身が。中身がないからもう仕事では使えないので、配信とかで使っちゃおうっていう。まあいいんじゃない。 OK、お待たせしました。こんばんは。ふぅ、パキってなりそう。あ、ならんかった。ちょっとだけなった。写真立てのが、そう、写真立ての裏です。写真立て、あ、直せます。撮影だったんで、撮影仕事終わった。可愛いアイペ見れて元気出た。ありがとう。お疲れ、お仕事。感傷。妹もさ、前までなかったのにさ、いつからか急に来たから。やだな、そうだとしたら。私も去年の秋に初めて花粉反応した。マジ？うわ、井川学さん、桜餅。アレルギー検査、アレルギー検査。花粉症やと目が痒くなること、病院でチェックできる。え、普通の病院？本当にやだ。え、花粉症のこと聞けるんだ。え、じゃあちょっと耳鼻科に。ちょっと薄いな、やっぱ。この前の N-SIP でお友達がしっかりビビチュー、マイピの喋り、ママさん、の耳好き。自分の、ちひさんと何食べたの。私はなんかデザート、ちゃんと喋らない。本当にだって自分がこうやってるんだけど。公演のMC？ ちょ、え、こう、巣が丁寧ってこと？黙ります。ストロベリーガールズって東京のアイドルグループで、嬉しい。え、めっちゃ存じて、担当の方 X をフォローしてくださってて、早く劇場公演のアイビーに会いに行きたい。ぜひぜひ。
元気です。いつもネイル可愛いけどありがとう。自分でデザイン考えてる。うん、なんかサンプルの中から選ぶやつで、デザインはもう本当にサンプルの中から選んで、色だけ自分で考えてます。待っててください。ありがとうございます。そうそう、話し会のだからあんまりお金かけれない。今回こそたくさんイベントで愛花ちゃんに会いに行きまくりたい。待ってます。桜の花びらだとランキングに ランキングなったら何になるん？すごい、あ、すごいすごいすごい。オンラインは恥ずかしいから、逆にね、逆にそうなんだ。オンラインがあれなんだ、恥ずかしい。初見です、こんばんは。あ、こんばんは、ありがとうございます。花組って書いてある、花組って書いてある。花組好きな方ですかね。か、あ、そうだ、今一気に思い出した。あいか配信しながら充電しようと思ってたんやった。よし、ピースして。あ、ばば、え、何が映ったんだろうこれ。あ、ただのケースだ。あ、あとビーシャイニングのペンライト、花組の飯塚さんのコンサートのペンライト。どの角度でやってた？これぐらいか。宝塚歌劇団好きです。やっぱりお名前のね後に花組ってついてらっしゃったから、花組好きな方なのかなと思って。ありがとうございます、来ていただいて。何十万ポイントかでオリジナルアバター作れるしよ。へえ、もう無理だから、いいよそんなの。そんなのいいよ。みんなもうありがたいですけど、ギフト投げてくださって、その分本当にもうコンビニスイーツとか買ってください。オンラインお話し会の愛花ちゃんはお話しやすくておすすめだって。ありがとう。気温差は激しいね、本当に。タイピと握手したら沼にはまりますか？え、どうなんですか？私と握手してくださったことある方どうでした？どうでしたか？千秋楽号泣しました。え、わかります、私もずっと泣いてた、ひたすら泣いてた、一生泣いてた。え、ちょ、絶対こんな角度じゃなかった。ここか、ここか、ここ、あ、ここだ。来月月組さん見に大劇場行きます。月組さんも対談公演だからどんな感じなんだろう。ネイルかわいい、わかるわかる。あ、見えない、全然こっちの方が見える。あ、見えた見えた、わかる。ちょ、花組にね行く期間だったので、通う期間だったんで、ちょっとね花があるんですけど見えないね。あ、いけた、ほらお花可愛くないですか、めっちゃ。私は星組です。おお、あ、すごい、みんなが沼ですって言ってくれてありがとう。だそうです。先輩にアイピの写メ会を激推しされました。写メ会なんですね。すごい、みんながすごいすごいすごいおすすめしてくださってますよ。意外に愛想よくてびっくりしました。意外に、いや、まあ、マジ愛想振りまいて生きてますから。
愛想振りまかないと生きていけない、ぜひお話ししてみたいですって。ありがとうございます。お話し会、握手会、もろもろの受付がもう間もなく始まると思いますので、詳細はまだ出てないので私も知らないんですけど、またもう間もなく詳細で出ると思うので、よければ、お時間よろしければぜひ。はい、ピちゃん見れてよかったです、ありがとう。チャメ会もいつの間にかアイドルのポーズになってるよ。初めてだけど配信で見ました。アイピーが感動するのを得したわ。そうだよね。そうなんです。そうなんです。ちょっとなんか角度が分かんなくなっちゃった。劇場の表情を見たら落ちるとか、どういうことだ？4月4日から予約開始。あ、そうなんだ。4月4日からだそうです。4月4日から予約開始だそうです。申し込み開始なのかな、4月4日。え、なんか角度がさ、さっきまでこんなんだったっけ。シャメ会の何気ないポーズで足まで、あ、ちょっと充電器のせいか、角度がこんなに変わるの。私までちゃんとポーズ撮ってるのさすがに可愛すぎました。アイドルなんでね。今回のシングルで初アイピします、ありがとうございます、嬉しい。来てくださるの待ってます。アイピは見て、すごいすごい褒めてくださってるよ。読み上げますアイピは可愛さたっぷり、年下とは思えないぐらい凄さに溢れてるだそうですすごい褒めてくださってる、ありがとうございます、嬉しい。そんな褒めていただいて、ちょ、リップがなんかいいのないかな。あ、ちょ待って、下パジャマな見えたんじゃない、今恥ずかしい。なんかリップないかな。リップどうしよう。よいしょ、下パジャマなん見えたんじゃない。一緒に花組ポーズしたいですね。ぜひぜひぜひ、シャミ会で花組ポーズしようって言ってくださる方とかね、結構いらっしゃってね、シャミ会で結構花組ポーズをするんですけど、ぜひぜひぜひしましょう。最後黒鉛筆で大階段はかっこよすぎました。本当になんか大階段にスタンバイされるというか、名前を呼ばれて出てこられる時に、あのシルエットが黒鉛筆で、うわーって、もううわーでした。その瞬間私は劇場公演のアイピの表情がめちゃくちゃ好き。嬉しい、絶対見に行くべき、ありがとう。なんか表情とかを褒めていただくことがういしょ多いんですけど、嬉しいです。充電さしてるからさ、スマホがすっごい動く。ちょっと待って、コメントが追いつかない。実はアイビと数回ナンバーです。マジ恥ずかしい。ナンバーとか
なんか歩いてる時絶対かさ、もうなんか大丈夫なのかな、そんなさ、なんか大丈夫幻滅するような顔してない？昨日から踊ってくれない、助けてえ、わかる、アイカもさ、もう全然戻ってきてない、どうしよう、本当にどうしよう、全然戻ってきてない、本当にどうしよう、本当にどうしよう、本当にどうしよう、こんばんは、可愛いですね、ありがとうございます、可愛いって言われるのが一番嬉しい。いつも部活動で夜しか行けないから、アイピが夜に来てくれたら嬉しい。ああ、イベントか、何時なんだろう今回は。アイピが決め顔で似合ってするとこ好き、ありがとうえ、なんかさ、かっこいい曲とかでもさ、なんか口角上がっちゃうんですよね、上げちゃうんですよね、ちゃんとなんかその曲に沿うようにはしてるつもりなんだけど、星にはまりそうなんだけど、星そしたら難波の公演少なくなりそう、一生悩む、星N シップ公演で初めて IP を見れたのがめっちゃ嬉しかった、ありがとう、また見に行くね、待ってます、ありがとう、嬉しい、そんなこと言ってもらえて、ドスッピンですれ違ったけど、本当にマスクしてたからじゃない、曲中のにやりとしていた表情かっこよくです、ちょ、喉詰まっちゃった、好きです、ありがとうございます、そんなに嬉しい、表情を見ていただけるのがすごい嬉しい、宝塚ハマりそうぜひぜひぜひ、そもそも難波の公演自体そんなに多くないから、難波の公演というか N アイカが出る公演自体がそんなに多くないから、ぜひ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 誰ぜひぜひぜひ、いや本当に沼ですから、沼です、普段着る服ピンク系多い、多いですね、ピンクが好きなんですよ、シンプルにピンク系着ることが多いですね、ピはかっこいい曲でいい意味でみたいな嬉しい、急に今さ睡魔がかぶったりしてませんか、私がすっぴんだったら結構基本かぶってますね、仕事の時とかそれこそ帽子かぶってマスクつけてとか、練習自主練に行く時とかも帽子かぶってマスクつけて歩いて、お仕事してきます、頑張って経済回してこう、ありがとう、日本の経済を回してくれて、三つ編み河内嬉しい、もう夕方というかもうめっちゃ夜なんで、もうちょっとぴょんぴょんし始めちゃってるんですけど、かわいい三つ編み、ユニ
2番行くように、愛花ちゃんが前来てた、シーンのピンクと黒のボーダーニットがあった、あれかな、去年握手会で着たやつかな、可愛いよね。初見です、こんばんは、はじめまして、ありがとうございます。帽子かぶっても前髪大丈夫？なんか帽子かぶるときは基本もう前髪セットしてないときだから全然平気。お風呂空いたっぽいのでもうそろそろかなとは思っておりますが、あ、湯川学部さん、ラブレターありがとうございます。好きな帽子のタイプあれば教えてください。え、私帽子かぶんないんですよ、普段全然かぶらなくて、それこそ本当に仕事とか前髪セットせずに外出るときにキャップかぶっていくぐらいで、本当に帽子かぶらないです。筋トレ終了で配信聞きながらなので頑張れたって、すごい筋トレお疲れ様です。運動しなきゃなと思ってさ、思ってるんだけどさ、平山チーム N になって仲が深まったメンバーいますか？それこそ先輩とかじゃないですかね。本当に先輩方と関わる機会なかったから、仲いい先輩とかもいなかったし、だからその N になるまではそれこそゆうみさんとこの間公演前にタルト一緒に食べに行かせていただいたり、2人それも2人で行かせていただいたり、今日も千尋さんとお食事ご一緒させていただいたりとかしたんですけど、 N になるまでちょっと想像できなかったですし、先輩方じゃないですかね。8期生とかも仲いいからさ、もともと小さいの前のさつきチーム B2 だった時から一緒だったし、そうだから先輩方ですかね。やっぱりアイピのユニットすごく好き。うわ、ありがとうございます。どれだろう、タンゴ？先輩メンバーにご相談事も結構しますか？あんましないかも、しないですね。でもそもそも自分の相談を人にしない。ジオンぐらい話しても、ジオンと雪のあやぴょんくらいですかね、自分のことを話すのって。あとはあんまり自分のこと話さないな。いや本当にリサヒ大好き。そう、今日はあやぴょんの誕生日。なんかね、雪乃とかあやぴょんとかにこんな自分の話するようになると思わなかったよね、最初はこんなに仲良くなると思ってなかった。あ、ランディさん、ペンギンみたいな、ありがとうございます。リサヒも JK とかびっくりよね。ね、びっくり、本当にあんなに幼かったのに、うん、高校生かと思って。夜にラジオ聞きます、ありがとうございます。そう、今日ね、ジャンレディ放送だったんですけど、7時から夜深夜の1時からもリピート放送あるので、聞き逃したよっていう方はよかったら聞いてください。ジオンとユキノと3人でラジオさせてもらってて、ユキノのその
パーソナリティの最終回に呼んでもらったので、ジオンと2人で。深夜の1時からリピート放送あります。深夜リピート聞きますね。ありがとうございます。あ、でもあれだ、卒業した人とかだったら玲子さんとか菜々穂ちゃん、ジュジュちゃんとかは自分のこと話しますね。相談とかしますね。あ、トゥンちゃん、クマありがとう。もうそろそろかな。ショールームとかファースト配信の時に星、星好きだね。ほんと混んでる。アイピの表情好き。よくわかんない星、星を直そうとしても星になっちゃってる。切ない。机がちょっと片付いたんですよ。まだちょっと散らかってるけど、ちょっとだけ片付きました。覗き込んでる、覗き込んでる確かに覗き込んでるはちょっと星にされそうだな。だいぶだいぶ片付きました。どうせすぐ散らかるんだろうけど、これはすぐ散らかりそう。泣かずの間、それは石塚あかりに言ってください。星になる基準いつも謎。わかる。何が星になるんだろうね。明日引っ越しで部屋退去しなきゃだけど、グッズ屋まで片付かない、大変。明日引っ越し？もうじゃん、片付けないと。見てる場合じゃないよ、もうじゃん。急げ、急ぐんだ、急いでお片付けをするんだ。もう見てる場合じゃない、今すぐ切ってお片付けをするんだ。それは急がなきゃ。アイピーの誕生日単語見てから気づいたら日常でもループしてる。ありがとうございます、嬉しい。そんな日常でも大丈夫？なんか日常に支障きたしてる的な感じの、ダメ？大丈夫？日常に支障きたしてる。アイカ大丈夫？片言になった。大丈夫が片付けをしなきゃいけない。生誕祭は決まりましたか？決まってたとしても言わないよね、発表されてないから。まあ、決まってないですけど、決まってたとしても、まあ守秘義務というものがありますので。日常にかなり影響してる、大変確かにお片付けしないぐらいだもんね、今これ見てて。
仕事中に公演曲が脳内リピートしてることはある。え、わかる。アイカもさ、公演中にさ、あのこの間はいびつ踊ってる時に花組のアルカンシルの音楽頭で流れてて大変だったすごくない？ある意味アイカも日常に影響をきたしてる。宝塚は100周年の頃から見てるから、エピといつか握手会でお話ししたいな。ぜひ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 来てください。握手会4月4日から受付開始だそうなので、ぜひお話ししましょう。嬉しい。今日バイト中ずっとミーマイとジンクスが流れてたごちゃごちゃだ。そんなことある？いや、私もびっくりしたんだよ、急に流れ出してさ、えみたいな。生誕ディ予約行けてない、大変だ。まあ、予約してなくても大丈夫だけどね、発売されるから。予約だったら確実だよっていうだけで。で、生誕ディのデザインも決まってないんだよね、どうしよう。アイピも生誕ティに平山前書くわけないじゃん。書かないよ絶対。なんで書くの？意外と早く売り切れるからね。そうなんだ。予約してたら確実ですよっていうあれなんだよね。え、そういうことだよね。終わらなきゃ、間もなく。お風呂が開いたみたいなので、どうしよう。生誕って色は決めてるんですけど、色は決めてるけどデザイン決めてないんだよね。前回のイベントであまり撮ってなかったので今回増やします。ありがとうございます。待ってます。お待ちしてます。宝塚を見始めたのはアスミさんのエリザベート。うわー、いいですよねあれ、めっちゃエリザ大好き。今は予約優先だから店舗販売分、少ないんだ。そうなんだ。ジンクスと験担ぎ好きすぎて1日に1回行かないと寝れない。そんな好きなの？ジンクス？ありがとう。ランキング読もうかな。ランキングを読みたいと思います。ランキングを、ああ変わった、危なかった。ランキング読みます。13位しもりんさん、ありがとうございます。12位きよさん、ありがとうございます。11位チョコナさん、ありがとうございます。10位トップティーのおしょうさん、ありがとうございます。9位ハートのびっくりマークさん、ありがとうございます。8位さとくん、ありがとうございます。7位ランディさん、ありがとうございます。6位クロちゃん、ありがとうございます。5位マキシさん、ありがとうございます。4位ピーノちゃん、ありがとうございます。3位ツンちゃん、ありがとうございます。2位トゥンちゃん、ありがとうございます。そして1位がゆかまなぶさん、ありがとうございます。特に L サイズとかはすぐなくなりそうなんだ。なんかは XL が好き。では終わりますね。ありがとうございました。皆さんまた、いい夢を見てください。ではおやすみなさい。ありがとうございました。急遽だったのに。
またね、おやすみなさい。